交換、トム・クルーズ&サイモン・ペック&ヘンリー・カビル、ランニングマン、でハートの嵐写真イコール SBS、ランニングマン、放送画面キャプチャー俳優の、トム・クルーズ、サイモン・ペック、ヘンリー・カビルが、韓国で22日に放送された SBS、ランニングマン、でハートを放出して現場を熱く盛り上げた。映画、ミッション、インポッシブル、フォールアウトに出演する3人の俳優は、交換経験を話しながら自分たちを紹介した。トム・クルーズは、9回目の訪韓、ヘンリー・カビルは、韓国に初めて訪問、サイモン・ペックは、2回目の訪問だ。この時間をとても楽しんでいる。このようにハートを表示する方法も習った、と、両方の指でハートを作ってみせた。これに対しトム・クルーズも両手で指ハートを作ってみせ、サイモン・ペックは負けないように逆向きにした両親指をくっつけて作るハートを見せた。トム・クルーズ、サイモン・ペック、ヘンリー・カビルは並んで親指でハートを真似して作った。トム・クルーズは肘で非常に大きいハートを作り、後ろポケットからハートを取り出すふりをして笑いを呼んだ。ヘンリー・カビルは出演陣の耳からハートを取り出しながら、やんちゃな様子を見せた。